こんにちは。分析科学研究室について紹介します。分析科学は物質を調べるための新しい方法を研究する学問です。我々の研究室では薬などの効果を調べるための新しい分析法を開発しています。新しい薬を開発するとき、いきなり人体実験はできません。その前に動物実験をするわけなのですが、 動物実験はかわいそうですしお金もたくさんかかりま,すまたこうやって選ばれた薬はネズミには効くけれど人間に効くかどうかは分かりませんでは動物実験を減らすためにどうしたらよいのでしょう我々の研究室では人間の細胞を培養して小さな臓器や組織のモデルを作ることを考えましたこれを組み合わせれば小さな人間のモデルになるはずです 指でつまめるくらいの小さな培養器の中で細胞を培養して臓器を作り出します。ではどんな臓器を作ったらよいのでしょうか。我々が飲んだ薬は胃で消化され腸から吸収されて血管に入り筋肉などに蓄積しながら肝臓で分解され腎臓から徐々に排泄されていきます。薬の挙動を調べるためにはこれらの影響を調べる必要があります。そこで我々は胃腸での消化吸収を真似て マイクロ消化吸収モデルを開発しましたまた腎臓からの排泄を真似するために腎臓の子球体と尿細管からなるマイクロ腎臓モデルも開発していますこのようにしていくつもの臓器や組織を開発しています開発を担当する学生さんは自分でチップを設計して試作品を作ります そこに人の細胞を培養してマイクロ臓器モデルを作っています。マイクロ臓器はとても小さいので、うまくできたかどうか顕微鏡を使って確認しています。このようにして得られた研究成果は、学生さんが自分で学会発表しています。 そして何人もの学生さんが学会で賞を受賞していて、これを励みに毎日研究を続けています。これで分析科学研究室の紹介を終わります。ありがとうございました。